レブナイズの選手の素顔からチームの魅力を届ける番組 We are Revs。 今回はブースター感謝祭の様子をお届けします。ブースター感謝祭はシーズンを共に戦ったブースターにチームから感謝を伝えるイベント。今年は5月14日に開催されました。また普段のこう選手のですね様子とかを見ていただきたいなということで、このブースター感謝祭すごい楽しんでいただけたかなと思っています、はい、当日はファンに楽しんでもらうためいろいろなゲームや小ネタが用意されていました。シーズンも終わり、選手たちの表情もなんだか穏やか。意外と難しい気球埋蔵対決では島間さんがコンプリート。恒例のお絵かき対決ではこんな一幕が。そしてドッジボール対決では事件が。そうですね、あそこが山場だったのでそこが盛り上がったと思うんで良かったです。永山っていう人間がいなくなるなっていうのはとても寂しいことだなと思ったんで、まあできれば島間さん武藤さんあたりに来年同じことしていただけたらなと。そうですね、本当に何年ぶり、3、4年ぶりですかねにこうやって、サイン会とか行って、でも改めてこう面と向かってこの頑張ってくださいとかって言われることって本当に嬉しいので、もっともっとそうやって応援してもらえるチームに頑張ってなっていきたいなというふうに思いました。この番組は GMO ペパボベリーベスト法律事務所の提供でお送りしました。